はいどうもこんにちは、おもチャンネルです。さあ今回ね、はい、こちら行ってみましょう。はい、今月は久しぶりですね、去年のランボルギーニ以来だと思うんですが、トミカプレミアムの RS シリーズ、日産スカイライン GTR V スペック2ニュールベイサイドブルーです。はい、なかなかこちらお高いトミカになってまして、定価が3500円で、今回エディオさんで購入したところ税込み3024円で購入できました。まあ普通のトミカの10倍といったところでしょうか。さあそれではね、楽しんでいきますが、いやこのシリーズはね、正直ね、買うかどうかね迷うんですよ。もうトミカって名乗ってるんですけど、トミカじゃないみたいな、そんなイメージもあるんですよね。では見ていきますが、まずね正面こんな感じですね。はい、ベイサイドブルーのカラーなんで、ちょっとパッケージが全体的にブルーのデザインになってます。で、実際のトミカの写真ですかね。リアビューからのフロントビュー、そしてスケールやギミック、こんな感じですね。左右のドアの開閉と、あとサスペンション機能で、大きさは43分の1となっております。まあ、とりあえずこれ箱が大きいんですよね。普通のトミカの箱と比べると、はい、こんな感じの大きさ。車両も多分その分大きいです。で、箱の他の面、上の面にはトミカプレミアム RS のロゴです。で、蓋の部分は、はい、こんな感じになってて、あとね、そこは注意書きなどで、背面は、あ、こちらには、また今回のトミカの細かいスペックなどが書いてますね。はい、こんな感じで、かなりディテール面とか、本当にこだわられた車両になってるみたいですね。さあ、それではね、箱だけ見ててもね、写真や文字情報しか伝わってこないんで、ではではね、開けて楽しんでいきましょう。言ってもね、3000円なんでね、そこそこの値段のミニカーですね。まあポジション的にはリミテッドヴィンテージニオとか、その辺みたいな感じなのかな、価格帯で言うとね。ではでは出していきましょう。はい、登場です。おー、やっぱり大きいなこれ。すごいね、これはもうね、単純にやばいでしょ。おー、すごい、わー、すごい重みっていうか、あーはは言葉今ちょっと失いましたが、すげーなー。ちょっとなんか手で触っていいのかわからないんですけど、これね、あ、保護フィルムのようなものが、扉が開かないようにこんな感じでついてるんで、これはちょっと外しておきましょう。さあでは3000円のトミカ、じっくりと楽しんでいきたいと思います。ではね、くるっといきますが、まずフロント部分から見るとね、はい、こんな感じになっておりまして、まあスケールが43分の1で、とてもね大きいサイズなので、もう本当サイズ感的に余裕なのでね、細かい作り込みはちゃんとされてるといったね印象ですかね。ちょっと見えにくいでライト当てますが、はい、こんな感じで、グリル周りもしっかりと細かくね作り込まれてますよね。非常にかっこいいです。で、ヘッドライトはもちろんね、こちらね、クリアパーツが使用されてて、そのね、この奥の構造とかもちゃんとできてますよね。かっこいいですね。で、ボンネット周りはこんな感じになっておりまして、非常に丁寧なディテール。ちょっと塗装が荒いかな。なんかね、汚れが乗ってますね。うん、検品がちょっと甘かったかもしれませんね、これね。で、内装がこう見えるんですが、本当に中の感じもしっかりと作られてます。おっと、ちょっとドアが開いてたすぐ開きますよ、これね。で、続いて、はい、側面から見てみると全体的にこうなってて、まあ、今回ね、商品名にもあります色がね、ベイサイドブルーということで、非常に鮮やかな、まあ単純に言うとメタリックブルーのカラーなんですが、色の感じはね、濃い青色のメタリックとなってますよね。かっこいいですね。で、もちろん細かいディテールや、あとね、塗装とかマークとかもね、ちゃんとこう入っておりまして、窓のパーツの仕上がりとかも非常に綺麗だと思いますね。で、ホイールもちゃんといい感じで形再現されてて、タイヤのね、溝とかもしっかりと刻まれております。 あとご覧ください、中のね、キャリパーとかもね、ちゃんとできてるんですよね。いいね。見えにくいかな、ちょっと見やすいようにしたいところなんですが、はい、これでいかがですかね、見えますかね。一応後ほどちょっと画像をね、ちょっと拡大してご覧いただければなと思います。ちゃんとディスクローターもありますもんね、素晴らしい。で、その構造はもちろんね、後輪もちゃんと作られていて、で、続いて後ろ行きましょう。はい、こちらの面、はい、テール周りもね、めちゃめちゃしっかりできてますね。豪華。テールレンズはこちらね、きちんとこうクリアパーツベースに赤色やオレンジの塗装が入ってます。で、もちろんエンブレムやロゴ関係もバッチリとプリントされてて、で、あとマフラーもちゃんとカラー塗られてますよね。で、リアウィングもね、これ別パーツなんですが、通常のトミカではね、プラ系のパーツが多いんですが、こちらもちゃんとダイキャストでできてますよね。いいね、非常にほんと細かくできて素晴らしい。テールビュー非常にかっこいいです。
で、あとね、後ろのリアガラスのところの、あとワイパーもちゃんと再現されてます。で、反対側の側面は、はい、こんな感じになってて、こちら側も塗装の感じとか、あと細かいロゴや造形美といいますか、そのあたりもバッチリかなと。非常に美しい仕上がりになってます。で、続いてね、はい、上からも見てみましょう。はい、こちらの面はこんな感じになっておりまして、まあ、ちょっとね、映り込みのせいで、すいません、内装がちょっとね、見えにくいんですが、非常によくできてますよね。あとでちょっとドア開けてみたいと思います。で、そこの部分、はい、こちらはね、こんな感じになってて、これはエキゾーストかな。こちらね、シルバーの塗装が入っております。で、こちらの車両ですね、ギミックの方ですが、サスペンション機能と、あとは左右のドアのね、開閉機能ですが、まずこちらのドアから開けましょう。よいしょ。はい、パカッと開けて中の様子を見ると、はい、こんな感じです。内装もきっちりとできているのが伝わりますかね。ご覧いただけますかね。非常にいい作りになってますね。で、反対側も、よいしょ、開けてみましょう。パカッと開けて中を覗いてみると、はい、こんな感じですね。うん、いいね。両方ともちょっと開けましょうか。はい、このような感じの絵になります。うん、美しい。非常にかっこいい。後ろから見ても良さそうですね。おお、素晴らしいね。あ、ドアのこの内張りのね、感じもね、非常に形がよくできてていいと思いますね。両方ともバッチリかと、そんな感じです。で、あとね、普通のトミカではこのドアの開閉ギミックがついてる車両にはね、この窓ガラスっていうこのパーツがないんですけども、こちらの車両に関しましては窓ガラスもちゃんと両方ともついてますね。普通のトミカではだいたい開けやすいように窓パーツははめられてませんもんね。いや、本当に非常にね、よくできた車両になっておりまして、まあこのスケールでこの値段で作り込みがね、されてなかったら逆にちょっとあれなんですけども、まあまあまあ、期待通りのしっかりしたね、車両に仕上がっておりました。はい、ということで今回はですね、普通のトミカの裏側で発売されておりましたトミカプレミアム RS シリーズの日産スカイライン GTR V スペック2ニュールのベイサイドブルー、こちらをね、紹介させていただきましたが、さあさあ皆様ね、いかがだったでしょうか。なかなかね、この車両に手をつける人ってまああんまりいないかなと僕はそう思っております。だからこそちょっとね、気になってる人は多いと思うんで、まあ、正直僕もね、買おうかどうか迷うところもあるんですよ。まあ、でも、まあ、トミカっていうね、冠をね、掲げてる以上ね、やっぱコレクションとしてはね、やっぱ欲しいなって思うんで購入してみました。ちなみにこちらですね、もう一つ同時発売されてまして、このミレミアムジェードというカラー、これもあるんで、こちらはまたね、次回の動画で紹介させていただいて、今回のね、ベイサイドブルーともね、ちょっと比較などもね、やってみたいと思うんで、それの方もね、楽しみに、ね、待っ てください。まあ本当今回の動画見てね、この車両気になったっていう人がいらっしゃいましたら、まあ全然これに関しては余裕で売ってると思います。ただ期間が空くと生産数が少ないんで、あまり見かけなくなる可能性があって、値段も高くなる可能性あるんで、まあ気になった方っていうのはね、ぜひちょっと早めにね、買っておいた方がいいかもしれません。ひょっとするとあまりに余っていい感じの期間を置くと安く手に入る可能性もあるんで、そのあたりをね、皆さんね、慎重にね、見極めてみてください。ということで今回はね、この辺りにしておきたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のチャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。あとツイッターにインスタもやってますので、そちらのフォローもね、ぜひよろしくお願いいたします。では今回も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね、他の動画でぜひお会いいたしましょう。ではでは、ごきげんよう。さよなら、バイバイ。